西洋バラは長い年月にわたって育種改良されてきた複雑な雑種性を持つバラの園芸品種である。西洋バラはアジア西部からヨーロッパにかけて原産するダマスクバラ、ジャコウバラ、フランスバラ、中国原産のコウシンバラ、ボタンバラ、日本原産のノイバラ、テリハノイバラを中心に多くの種類の交配によって誕生した。今日のものは 植物学的に分類するにはあまりに複雑なので、便宜的に物種かつるせいか、または花の代償によって区別する。四季咲き大輪花壇、切り花などに人気。種類も最も多い。品種名の前には HT をつける。中輪ふさざき花付きがよく長持ちする。品種名の前には F をつける。小輪ふさざき花は四季咲きで種類も豊富。今日ではあまり見られない。 品種名の前にはパルをつける。香辛バラの Y 性型多く鉢植えにされる。品種名の前にはミンをつける。大輪鶴バラもともと鶴製のものもあるが多くはハイブリッド T の枝代わり。品種名の前には CL をつける。中輪鶴バラテリハのイバラ系のイバラ系、フロリバンダの枝代わり、ハンル製のシュラブなどがある。 少林鶴原主に照リ葉の茨系で、葉に光沢があり、花期が遅い。ありがとうございます。